賃貸借契約書ってこんな感じになっててね。でね、まあこうつらつらとね、ペット入れちゃダメよとか、まあここペット不可の物件だったんで、まああと物破損したらちゃんと自分でやってくださいねとか、まあそういったもろもろ書いてあって、物件実際内見するときに私やっぱ音問題結構言ってたんですよ。なんか壁薄くないですかここ、とか音漏れたりしないですかね、聞こえたりしないですかねって言ってて、まあそういうことがあったら仲介業者側は伝える義務があるんですよね、お客さんに。よくあるのが、例えばここで自殺した人、死んだ人いませんかっていうのに対して、もし過去にあったらちゃんと「ああそういうことありましたよ」とか「予約付き物件」ってよく言いますけど、そういうふうに言ったりしてあげないといけないんですよね。今回ね、それ音問題聞いたらね、結構まあ「大丈夫ですよ」みたいな感じ言われて、まあ嘘つかれたつもりは全然なかったんですけど、実際やっぱ住んでみたらめちゃめちゃ壁薄いっていうね。でね、騒音に関する法律はないんだよね。だからなんか隣の音聞こえすぎるから初期費用全額返してよ、なかったことにしてよっていうのはね、ちょっと成り立たなくて、一応ねオーナーさんにも直談判行ったんですよ。で退去したいって入居して2日目に仲介業者の人に言ったら「ちょっと管理会社と相談します」って言われて帰ってきた返答が「じゃあ、普通はね退去する1ヶ月前申請しないといけないんですよ、オーナーさんにね。」でなんですけど、それが基本、まあ、契約書にもそう書いてあるんですけど、日割りで退去していいですよって言われたんですよ。要は、まあ、出たいんだったら今すぐ出てもらって構わないですよみたいな。で「やった!」っつって「じゃあすぐ物件探します」って言って、まあ、約2週間で退去したんですけど、退去するね数日前にね、仲介業者の人からオーナーさんが「普通退去するんだったら1ヶ月前申告でしょ」みたいな感じで言われましたって言われて「はっ?」つって「何話通ってないの?」っていうので、もう直接オーナーさんのとこ行って「まあ、今回こういう流れでこういうことありましたけど」みたいな説明したら、もうなんか「うんはいはい、でもねあなた契約書にサインしましたよね」みたいに言われちゃって「えっ?」みたいな。なんかあなたがいくらどうのこうの言ったってね、契約書にサインしたんだから普通はね1ヶ月分申請が当たり前でしょみたいな感じ言われちゃって、もうなんかグーの根も出ねえみたいなそれ言われちゃったら結構もうなんか「はい」っていう感じなんですけど、でも今回はねご縁がなかったということでね「はいはいありがとうございました」みたいな感じでバタンって閉められちゃって、これかなと思って、管理会社と仲介業者に言われてたことと実際オーナーさんが感じてること聞いてることにすごい情報のなんか差があるなと思って、で腹立ってきたんですよ、やっとなんかそこら辺でね。で一応管理会社に、もう一回行って、まあ、こういうことあってみたいな。で、まあ、初期費用はさすがにそこに住んでた期間の家賃はちゃんと払おうと思ってたんで、それ以外の敷金、税金で、あと火災保険かはちょっと返してねっていう話をしに行ったら、あとね仲介手数料っつうのもあってね、あそうで言い忘れてた。仲介手数料はまあその仲介業者のそれぞれの仲介業者で割合が違うんだけど、大体 80% か 100% ぐらい。敷金はね基本戻ってくるお金なんですよね。退去するときにもともとクリーニング代っていう名目で入れなきゃ初期費用に含まれてる時もあれば、まあクリーニング代はないんだけど敷金からクリーニング代を差し引いた金額を返してくれたりとか、まあそれぞれ契約によって違うんですけど、敷金は基本返ってくるもので、税金に関しては大家さんに今回済ませてもらいますよろしくお願いしますっていうお金なんですよ。大家さんのお金、大家さんに行くお金なんですよ。なんですけどいろいろ調べていったら、いろんな人聞いてったりしたら、なんか今はね税金がね形上ねオーナーさんの持ち物なんだけど、実はそれがね管理会社にオーナーさんから今回契約要は仲介してくれてありがとうねっていうお礼金みたいな感じで管理会社に入ってるらしいんですよ。ちょっと前まではその礼金をオーナーさんと管理会社で折半してたみたいなんですけど、最近はもう全額が管理会社に入ってるらしいんですよ。それ聞いてはぁと思って、管理会社もね結構適当でねバーバーがやってるところなんですけど、あんまねばばって言いたくないけどね、おばちゃんがねやってるところなんですけど、結構その適当でさ、契約の時に火災保険入った記憶ないのになんか勝手に入ってて、えこれいつ入ったのみたいな。で本当はその火災保険いろいろ入らせる時にこういう時に保証されますよっていうのを説明しなきゃいけないんですよね、管理会社っていうのは。なんですけどそれされた記憶がなくて、ですぐ新しいところの管理会社でいろいろ契約した時にたまたま同じ火災保険の会社だったんですよ。でパンフレット出されて説明された時に「へえ」って「こんなパンフレット出して説明してくれるんですね」って言ったら「えっ?」って「前回やってくれなかったの?」って言われて、それで結構そのババアがやってる管理会社が適当だっていうのは発覚したんですけど。あれいつ火災保険に入ったんだろうっていう漠然とした疑問があったんで、実際そのサインをした用紙をちょっとですね、はい、ちょっと待って、もう送っちゃったかしら。あ、こっちに行ってることです。送っちゃってますね。うん。この紙自体を郵送で送っちゃってる形なんです。これね、本社に送らなきゃいけないんですよ。こちらの秋田の方に。秋田。そう。ファックスとかで送るんじゃダメなんですか？あ、ダメなんです。その本書を例えばほらこういうふうにサインしてるでしょ、うん、これをこっちの方に送らなきゃいけないんですよ。私実際でもここ来た時このパンフレットを見せてもらって説明を受けてないですよね。ああ、はいですよね、うん、だからただ単純に火災保険入ってねこれにサインしてねっていう形で終わっちゃったってことですよね。あ、そうですね。はあ、それってどうなんですかね。ふざけんなよみたいなまあっていうことはあったりとかね。あと両隣どんな人住んでるのか電話した時に若いスタッフの女性は女性と男性がそれぞれ住んでますって言われてたんですよ。なんですけど社長のねおばはんはね男性と男性が住んでますって言うんですよ。そういうなんか情報の違いがあったりとか、退去する時日割り家賃だけ払ってくれればそれ以外返すよって言ってたのに結局礼金も返さないって話になって、いや礼金も6万も取られてなんかでかいから返してくれっていう話でいろいろ調べてたら、まあどうもねその管理会社にねお礼金として入ってるって聞いて、はあみたいな。散々ね適当な対応しといてね、音の問題もね今まで一度もクレームなかったですとか言われて、いやふざけんなそんなわけねえだろっていうので、もう取れるだけ取ってやろうと思っていろいろ調べたんだけどね、霊験に関してはやっぱり基本返ってこないもんなんだって。だからねこれ何が何でも取ろうと思って結局いろいろねあの手コンテスト買って交渉して半額返ってきました。で3万ぐらいトータル、それで16万返ってきたのかな。まとめると賃貸契約するときに不安なことはまずねちゃんと聞いた方がいいです。で聞いてる時のね音声とかも本当は撮った方がいいかもしれない。例えばじゃあ音問題、壁薄くないですか、生活音聞こえないですかとかで、あとは壁をねコンコンコンってしてみるといい。結構ね詰まってる壁をね鈍い音してスカスカの壁はね結構コン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 って高い音するんですよ。これ結構大事かもしれない。あと近隣に近隣っていうか隣部屋とか同じフロアの人たちどういう人住んでるのかも聞いた方がいいと思います。ね、変な人が住んでたら嫌だからね。結構その仲介業者の人に聞いたのは最初すごくいい女性だなと思ったお客さんがいたらしくて、そのお客さんが実際住んで数ヶ月後になんかトイレが詰まったらしくて修理業者来たらしいんですよ。ただその修理業者と喧嘩してそっからなんかすごい気違いになったらしく、なんかクレームの電話とか仲介業者の人に電話してきた時になんか殺してやるとかそういう脅迫罪になりかねるような発言とかをされて、でその人あとね共用部分にね要は廊下の部分に物ずっと出してたりとかすごい迷惑行為が重なって最終的に裁判沙汰になって、まあ、退去してもらうことになったらしいんですけど、そういう人もねやっぱいるから、自分がすごくなんだろう音に気をつけて生活してても隣がクレイジーなやつだと嫌だなって思う方が出ていかざるを得ない状況っていうか、そういう契約内容なんですよね。すっごくざっくり言うと賃貸って泣き寝入りすることが多いんですよ。そういうことにならないためにもやっぱね30万とかっていう額どうしても出ちゃうから、家賃6万円都内で家賃6万ってねあんまないから、大体平均 8.8 万とかで平均8万くらいか家賃普通に住むならそうするとね、どうしても初期費用、40万くらいになっちゃうから、その額は大きいじゃん。でそれに引っ越しとかいろいろ重なって、今回私ね 2LDK の物件から 1K に引っ越したから、荷物がとりあえず入んなくてね、処分代で10万かかりました。だからね、トータルね40万ぐらいやっぱかかってんだよねっていうことがあるから、とりあえずなんかうっぷん話の話になっちゃって、話もあんままとまってないんですけど、なんかいろいろ他に質問あったら答えます。そこそこ詳しいんでね。っていうことで今回はめっちゃ汗かいてるもうこんな感じで終わりにしたいと思います。またね、バイバーイ。